こんにちは。聞き方を変えて人生を楽にする慶長教育家の岩松雅文です。今日の話題は褒めずに何をするということで、慶長するときに話聞いてなんかいいなとかすごいなと思ったときに褒めたくなることってあると思うんですよ。だけど褒めちゃいけないって言われますよね。普通日常生活だったら、いやすごいねとか、いやよくやってるよって言ってあげればいいと思うんだけど、慶長してるときはダメですって言われちゃうと、どういうふうに対応したらいいか分かんないってことがあると思います。今回は褒めずにじゃあ何をすればいいのかっていうことをお伝えしていきたいというふうに思います。このようにしてこのチャンネルでは慶長ですとかキャリアコンサルタント、あるいは脳や心の使い方という人と人の関係に関わるようなお話をいつもしております。よろしかったらチャンネル登録をしてください。はい、では褒めちゃいけないと、じゃあなんで褒めちゃいけないのかっていうところからまずいきたいと思うんですけど、褒めるっていうのは大きく分けて2つですね、害があるというか問題が起きやすいってことなんですね。まず1つは、すごいですねって褒めるとするじゃないですか。褒められたら普通嬉しいですよね。すごいですねって。で、時々あるのは褒められた時に自分はちょっとそこしっくり来ないってこともありますね。照れ恥ずかしいみたいに感じてしまって、いえいえとんでもないです、謙遜したくなるようなこともあるかもしれません。でもやっぱり褒められたら人ってちょっと気持ちがほわんと温かくなって嬉しくはなりますよね。だからいいと言えばいいんですよ。でもですね、考えてみると褒められることがあるということは褒められないこともあるっていう可能性が生まれると思いませんか。そうすると、例えば相談を受けるカウンセラーさんとクライアントさんという関係で言うと、褒めるということをされてしまうと褒められないんじゃないかっていう恐怖がクライアントさんの中に生まれるっていうのと同じことを意味します。褒めると褒められない、あるいはけなされるっていうのは表裏一体なんです。そうすると、特に心が弱ってるクライアントさんなんかの場合は、褒められると嬉しくなると同時に目の前の人に嫌われたくない、カウンセラーさんに嫌われたくないですとか、あるいはカウンセラーさんに、このいい人にね、ネガティブな話をしちゃいけないんじゃないかっていう無意識のブロックがかかるようになるんですね。ですからだん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 褒められてるうちにネガティブな話、悪い話、都合が良くない話っていうのをしにくくなってきます。言わないとこって。だから非常にこれがカウンセリングの場だとしたら軽くなっていくわけです。深まらなくなってきます。表面的な会話でずっと続くような形になってしまうんですね。褒めてはいけない一つ目の理由は、いい悪いという価値観で会話が進んでいってしまって深まらなくなってしまうからっていうのがあります。あとやっぱり苦労してる話を聞いたら、誰だってちょっとこう励ましてあげて元気づけたくなるじゃないですか。ね、元気づけられて助かったって経験も実際私たちにはありますよね。でもですね、私思うんですけども、元気っていうのは結果的についたらいいなと思うんです。元気はついたらいいと思うんですね、結果的に。でも元気っていうのは必ずしも外からつけようと思ってつけられるものじゃないんじゃないか、元気づけようと思ってもできないものじゃないかなっていうふうに思うんですね。先ほどのネガティブな話ができなくなってしまってポジティブな話をするっていう場合も同じなんですけども、外から見たら元気になってる風じゃないですか。そういう体裁にはなりますよね。だけど本当にその人の中の心の中で本当に大事な部分が癒されてるかっていうと、褒められてしまうことによって癒されずにかえって蓋をしてしまうってことがあると思うんですね。だから元気はついてほしいんだけど、元気をついてほしい人に向かって元気づける、元気づけたら元気がつくかって言ったら、それはつかないってことが多々あると思うんです。例えば他の例で言うと、子供とか社員に頑張ってほしいと思って頑張れ頑張れって言ったとしますよね。頑張れる人になってほしいっていう願望があるわけです。その願望を叶えるためには、頑張れ頑張れと言えばいいかっていうと必ずしもそうではないですよね。それを言ってしまったことが逆効果になってしまうってこともあるわけです。ですから元気づいてほしい人に元気づけるという行為が正しいかどうかっていうのは分かりません。で、ただし時と場合によって当然元気づけたら元気になってくれて関係が良くなるってことはありますよね。でもここで思い出していただきたいのは、傾聴っていうのは何をすることかっていう、傾聴そもそもの目的っていうのをぶれちゃいけないと思うんです。コミュニケーションスキルって別に傾聴だけじゃなくていろんなスキルがあります。まあ、コーチングでもそうですし、カウンセリングのスキルの中でも
とても傾聴とは関係ないような、それでも効果があるというものもたくさんあると思うんです。でも傾聴するということは何をすることなのか、その傾聴そのものの目的をぶらして目の前の状況に合わせて、まあ、臨機応変というと言葉がいいんですけども、右往左往と型ないまま型なしでですね、なんとなくその時いいと思うことをやっていくだけでは、やっぱりこう一つ筋が通った関係って作っていけないと思うんですね。じゃあ傾聴の目的というのは何かって言ったら、寄り添う、支える、相手をそのまま理解し受け止めていくっていう、そのことによって元気がね、元気づかない状態の時も寄り添って支えてそのまま理解しようという関わりを持ち続けることによって、ある時聞いてもらった人の中から元気がこう湧き上がってきてついていくと、自動的に出てくると、こういう状態を期待しているのが傾聴。そして傾聴は心理学でいうと人間性心理学に属しますので、ね、人は自己成長力を持っている、そして問題を解決するのは本人だというこの基本的な原則を実現していく一つの方法が傾聴なわけです。そしてもしあなたが傾聴という方法を使って人と関わり環境を良くしようというふうに思うのであれば、当然人間は自己成長力を持ってて問題を解決するのは本人なんだ、だからネガティブな時でもそれを元気づけたり褒めたりするのではなくて、そのままをネガティブでいるそのままの方を包み込むように温めていく、そういう聞き方が傾聴なわけです。そしてまあ卵じゃないんですけども、あるところまで温めると木が熟してですね、ある時その人のタイミングでポンと何かが出てくる。それは60分だったら60分というカウンセリングの中でポンと出てくることもあれば、何ヶ月何年というふうに時間がかかることもあります。キャリアカウンセリングなんかの場合だと時間がないから何年も待ってられません。確かにそうなんです。でも確かにそうなんですけども、じゃあそれはじゃあ傾聴というね、自己をぶらす違う方法を取るんだったら、傾聴をもうそれはしてないっていうふうに手放せばいいと思うんですよ。でも傾聴にこだわることはないですよね。他にいい方法があるんだったらそれをされたらいいと思います。一番やってはいけないのは、傾聴をするという雰囲気は醸し出したいんだけども中身は傾聴になってないと、相手に対してその関わり方が失礼になるだけではなくて、自己矛盾をしながら聞くっていうのはやっぱり軸がぶれますから、聞いている自分にとっても安心感がないですよね。ですから傾聴しようと思えば傾聴できる自分っていうのをまずちゃんと作っておくと、そして傾聴をしたいと思う時にはできるし、しないでいいと思う時にはしないでという選択ができる自分を持っていくってことが一番人間関係の中で楽なあり方なんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから褒めるということはしないということです。じゃあ褒めたいタイミング、このタイミングだったら、日常生活だったらこのタイミングで褒めるよな、でもそれはしないんだとしたら何をするのか、ぜひですねやっていただきたいな。これですね、ねぎらう。褒めるとねぎらうっていうのは全く違うことで、ねぎらいというのはその人自身が感じているものを、ああそれは大変だったら大変だったねと、相手が感じているというふうに認識しているものを大変だったねっていうふうに声をかけていくような関わり、これをねぎらいと言います。ちょっと違いが分かりにくいと思うんですけども、例えばですね、あなたよくやってるわよね、まあ相手も悪いんだからそんなに気にしなくていいのよ、ね、あなたよくやってるわよ、あなたすごいですよ、でこれ褒めるですよね。ねぎらうっていうのは何かって、その人のあり方そのものを認めるような投げかけになりますよね。ああそうなんですか、そういう苦しい関係が、苦しい人間関係がある中でも一生懸命やろうとされているんですね。あるいはそういうね、こう心も体もボロボロな中でも諦めずにやりたいという思いがあるからこそ悩まれるということなんですねっていうふうに、本人がまあ気づいていること、あと気づいてないこともありますけどもね、その人の在り方そのものを認めるような声かけが、これがねぎらいだというふうに私は思うんですよね。ですからあなたはこういうことを諦めない人ですね、あなたはそのことをとても大事にしている人ですねとか、あなたはねその苦しいというふうに思いながらもやっているというところが私は本当に素晴らしいと思いましたと。
やー、そのね、もう辞めたい辞めたいっていう中で、日々会社に生き続けることは本当にしんどいことでしょうっていうふうに、すごいとかよくやってるってプラスではなくてね、その人が今感じてるものはこれぐらいの重みがあることだよね、これぐらいの価値があることだよねっていうふうに、相手の方にね、自分自身の感じたものが入りますから、こうアイメッセージのような形になることもあるんですけれども、例えばね、死にたいと言って相談に来た方がいたと。で、あれをやってもダメだ、これをやってもダメだ、で、それで私はもう万策尽きて死にたいと思うんだといった場合に、いや、あなたよくやってますよ、ね、自分のことを受け入れてあげればいいんですよ、いや、あなたは私に比べたらよっぽどすごいですよってよいしょするんじゃなくて、ああそうですか、あれもやってもダメで、これもやってもダメで、これもダメで、もう万策尽きて死のうかなというふうに思ってらっしゃるんですね。その死のうという思いを抱えながら、わざわざここに来てくださって、ご相談に来てくださって、ありがとうございますとかですね、これ実際に私自身がある方にね、こういう死にたい方がいた場合にはどういうふうにかかったらいいでしょうかっていうふうに相談された時に、こんな形はどうですかっていうふうにお伝えしたのが今のような応答なんですけども、今その人そのもののあり方ですよね。死にたいけど頑張ってるんだじゃなくてですね、その思いを抱えながら今ここにいるあなた、ね、いや、ここ本当にご苦労があったでしょうとか、そういう形で声をかけていく、これがねぎらうっていうことですね。それねぎらうに似てるんですけども、ちょっと慣れるのに時間かかるんですけど、ちょっと違うのが、そんな状況の中よくお越しくださいました、そんな状況の中よくお越しくださいましたみたいな応答される方いるんですが、状況の中お越しくださった、状況にお越しくださった、これ事実ですよね。傾聴で寄り添うべき対象は事実ではなくて気持ちとか人の存在そのものですから、そのような思いを抱えながらでもよくお越しくださいましたね。で、そのようなってこの代名詞使っちゃダメですよね。死にたいという思いを抱えながらもわざわざお電話いただいて、それも勇気がいったことでしょうとかですね、その人が思ってることを中に織り交ぜていかないとねぎらいにはならないですよね。そんな状況の中よくお越しくださいました。非常に浅くて軽いです。で、ちゃんと話を聞いた後に、そうですか、もう行くのもどうしようかと悩まれた、意味があるかどうかというふうにも思われたんだけれども、ね、しょうがないなって諦めの思いを抱えつつ、もう死ぬ手前で電話をしようと思ってくださってありがとうございますって思いを受け止めていく、ね、思いに対して声をかける、これがねぎらいです。ですからちゃんと継承ができないとねぎらうのもなかなかうまくいかないですよね。ですので、じゃあ褒めるのではなくて何をするかっていうことに話をもう一回まとめていきたいと思うんですが、褒めるのではなくてねぎらう。じゃあねぎらうって何か、もうちょっと簡単な言葉で言います。もうちょっと分かりやすく、傾聴の中で出てくる言葉で言いますと、あなたにとっての意味を認める。それはポジティブなものであっても、ネガティブなものであったとしても、あなたにとってはそういういい意味があったんだね、すごいよ、よくやってるよじゃないんですよ。あなたにとってはそういう意味があったんだね、あなたはそういういい感覚を得ることができたんですね。あなたにとっての事実を認める。あるいはネガティブなものであっても同じです。ああ、いやー、それはしんどいでしょう。いや、わかりますよ。そういう時になったらしんどいですよね。いやー、それも相手も悪いと思うよ。うん、それは相手が悪いよ。あなたのせいじゃないよ。じゃないんですよ。これは褒めるんですよね。そうじゃなくて、そう、それはとってもあなたにとっては苦しい状況であるということなんですね。と、相手が感じているものをちゃんとそのまま受け止める。これも十分ねぎらっていくことになるわけです。つまり、傾聴の中で言うと、共感的な理解。深い共感的な理解です。あなたにはそういう意味があったんですね。これも頭で考えている軽い共感です。そうじゃなくて、よくよく話を聞いて、あ、この方はこういう意味を感じてるんだ。
私とは全然違うけども、そういうところに価値を感じてるんだ、こう十分まさに傾聴をして、そこで自分の方が感じ取った相手の感情をしっかりとそのまま認めていく。あなたにとってはそういういい意味があるんだね、私にとってはすごく小さなことより思えても、あなたにとってはそこがすごく価値が本当にあると感じたんだね、と相手が思っていることを十分十二分にしっかりと受け止めていくってことですね。で、苦しい状況もそうです。頑張りなよってプラス転換させるんじゃないんですね。そう、それは本当に苦しいんだよねっていうふうに、それをちゃんと受け止めていく。あなたにとっては本当に苦しい場面でしたね、それは。その人にとっての意味を十分に認めていく。これもね、共感のスキルそのものでもあるんですけども、ねぎらう意味にもつながっていくわけであります。そうすると深い話もちゃんと受け止めてもらえると思うと、人は自然と深い話をしてくれるようになります。そして問題を解決するというのは、目の前で元気に姿をパッと見せてもらうことじゃないです。褒めて笑顔をもらうことではないです。ちゃんと問題が何かを確かめて問題を解決していく、ね、すぐには全部は解決しませんが、少しずつもう揉みほぐしたり柔らかくこう分けていったりしながらね、少しずつ解決していくっていうのが、本当に大事なことですから、ネガティブなものは避けちゃいけないわけです。だから聞き手の方の中にネガティブはいけないことだっていう準拠枠、心のフィルターがあるとすぐにプラス転換したくなってしまうんですけども、まずそこに気づくことです。そして、ネガティブなものだってもポジティブなものであっても、その人が感じている意味をしっかりと、本当にあなたにとってそうだよね、本当にあなたにとってそういうことだったねっていうふうに認めていく。で、そのことに対してそんな思いを抱えながらもよく今ここにいてくださいますねというねぎらいの言葉をかける。これが褒める代わりにやることかなというふうに思うわけです。ですので、喜びも悲しみも苦しみも心温かく本気のあなたごととしてしっかりと受け止め、それに対して今目の前にいるその人の心に対してですね、ねぎらいの言葉をかけていくといいんじゃないかなというふうに思います。で、こういうスキルというのはカウンセリングだけではなくて日常生活の中でも使えますし、当然キャリアコンサルタントとかの試験するときも15分の中でですね、いかに早くそこまでビューッとこうちゃんと自分の心のレベルを落としていくかっていうね、そこが見られる部分もあるわけです。時間がないからできないよとかいうことではないんですね、1分でも早く1秒でも早く相手を感じている感情のところに自分をしっかりと合わせていく、同じ場所に行くっていうね、こういうトレーニングをしていくと話が相手にとっていい聞き方になるだけでなく、聞いているこちらも上滑りしている感じがなく、ちゃんと関われている感じを持てるようになりますのでね、ぜひ深い傾聴を練習してみてください。それでは今回の動画が参考になったよという方は、高評価とチャンネル登録の方をお願いします。それではまたお目にかかりましょう。さようなら。